迎えた2回、東海大浦安はツーアウト3塁で1番星名が左中間を深々と破るタイムリースリーベース、2対1と勝ち越しに成功します。すると4回にはライト相澤のスーパープレーが飛び出します。東海大浦安は6回7回に追加点を奪うと、先発浜名が1回以降立ち直り3塁を踏ませない堂々のピッチング。4対1で試合を制した東海大浦安が千葉県171校の頂点に立ち甲子園出場です。1番から9番どこからでも得点できる打線です。